最も使われているウェブブラウザを国別に色分けしたもの Google、Chrome、Safari、Modzilla、Firefox、ウェブブラウザの利用シェアとはウェブブラウザ全体に占めるそれぞれのウェブブラウザを利用するユーザーの比率である。パーセントで表されることが多い。この数字は推計であり、通常それぞれのウェブブラウザを利用している訪問者の割合を特定のウェブサイト上で計測することによって求められる。 ウェブブラウザの利用シェアは地域によってもその時々によっても異なる。それぞれのユーザーエージェントがリクエストした数をブラウザの使用量としてそのまま計測することは不正確な結果をもたらす。すべてのリクエストはユーザーによって生成されるとは限らない。例えばユーザーが入力しなくても一定時間ごとにリクエストを行うユーザーエージェントが存在する。このような場合、 このユーザーの行動は過大評価の可能性がある。以下にいくつかの例を挙げる。リクエストの数を使用することにより、ブラウザの利用シェアを過小に評価してしまう可能性がある。以下に例を挙げる。ネットアプリケーションズと W3 カウンターは、ウェブの利用を計測するためにユニークビジターを使用している。これはユーザーが10回サイトを訪れたとしても、一度だけカウントされる結果となる。 一方でページヒットを計測する統計会社では10回分カウントされる。ネットアプリケーションズでは国ごとのサンプリングレートのばらつきを原因とする結果の歪みを修正するために国レベルでの重み付けを使用している。次の表は表示されている月におけるブラウザの利用シェアを要約したものである。ブラウザの利用推移したとコウンターの統計データは シュタットコウンターを使用する300万サイトのヒット数から直接導き出されている。その数は1ヶ月に総計150億ヒット以上にも及ぶ。この値はユニークビジター数ではない。また人工的な重み付けは使われていない。次にどのような数をここで公表しているか説明する。シュタットコウンターはデスクトップとモバイルブラウザのシェアを分けて 公表しているが、このページではそれらを一緒にしている。一貫性のため、各デスクトップブラウザのシェアは、現在のモバイルに対するデスクトップのシェアをかけることによって減らされている。同様に、モバイルブラウザのシェアは、モバイル全体の割合をそれぞれにかけている。これは、モバイルとデスクトップを合わせたとき、利用シェアが100%を上回ることを避けるためである。 シュタットコーンターモバイルこのサイトは約5万のウェブサイトそれぞれの最新1万5000ページビューをカウントしている。これは利用統計において1万5000人以上の月間訪問者がいるサイトの影響を制限するためである。W3 カウンターは W3 シートの関連はない。ウェブブラウザの利用シェアのスイネットアプリケーションズは1ヶ月 あたり1億6000万のユニークビジターを持つ4万のウェブサイトからの統計をもとにした利用シェアをベースとする。平均的なサイトは1日あたり1300ユニークビジターを持つ。2009年8月1日にネットアプリケーションズは関係国のインターネットユーザーの数をもとに加工していないデータに重み付けを行い始めた。これには CIA のデータを使っている。 この変更は以前の古いデータにも適用された。下記の表は2007年第4四半期前半からのデータに重み付けを行ったものを使用している。またこれは上記の要約表にも反映されている。92%のサイトはアメリカの市場で圧倒的に使われているスタトウェルによってモニターしている。ウィキメディア財団のサーバーにアクセスした。 ウェブブラウザの割合ウィキメディアトラフィック分析レポートは1ヶ月あたり約40億のページリクエストのサーバーログとリクエストに伴うユーザーエージェントの情報にこれらのサーバーログにはすべてのウィキメディア財団のプロジェクトへのリクエストが記録されているこれらのプロジェクトにはウィキペディア、ウィキメディアコモンズ、ウィックシャネリー、ウィキワークス、ウィキキ k i ウィカソース、ウィキヌ i t ウィカバーシティなどがある。2000年から2009年4月までのウェブブラウザの利用シェアの s t h e c o u n t e r トコムは6つのブラウザの16のバージョンを認識する。他のブラウザは熱ケイップ互換、または不明に分類される。Google Chrome は熱ケイップ互換に分類されるが WebKit というサブタグが原因でサファリにも分類される可能性がある。 インターネットエクスプローラー8は、月別のデータは2008年2月1日からその月の終わりまでのすべてのヒットを含む。このデータは、正確なブラウザのタイプだけではなく、様々なブラウザのベースとして使われている、ウェブレンダリングエンジンを認識する。AT インターネットインスティチュートは、かつて、指として知られていた。ヨーロッパの23カ国のサイトへの訪問数を、 カウントし、その割合をそれらの国の人口規模とは無関係に平均化する。ありがとうございます。